今回は BIM360 モデルコーディネーションと Navisworks のワークフローをつなげる新しい機能をご紹介しつつ、さらにワークフローを拡張する API についてもご案内したいと思います。これまでオートデスクは干渉チェック機能をサポートする製品として Navisworks に注力しておりました。と同時に BIM360 としてはクラシックグルーを提供しておりました。また、レビットでも干渉チェックツールは提供されており、それぞれの必要に応じてご利用いただいていたというのが現状です。BIM360 モデルコーディネーションモジュールは、Autodesk Forge プラットフォームをベースとして開発された機能で、BIM360 ドキュメント管理や指摘事項の機能など、BIM360 全体のワークフローでのシームレスな統合を前提としております。ただし、既存のデスクトップ製品である Navisworks は、クラシックグルーとの連携ソリューションは過去にもございましたが、新しいモデルコーディネーションモジュールとの連携はサポートされておりませんでした。また、製品の API の観点で見たときにも、それぞれが独立して固有の API として存在していた状態です。そうした問題についての一つの解決策として、昨年9月に Navisworks Issues というアドインが公開されました。これは BIM360 モデルコーディネーションと Navisworks で干渉チェックのワークフローを強力に統合するアドインです。BIM360 コーディネートのお客様は、この統合されたワークフローの中で、両方のソリューションの長所を活用することができるようになります。また、BIM360 の指摘事項をデビットでも読み込むことができるようになります。これによって、BIM360 と Navisworks、さらにはデビットで干渉チェックの結果を指摘事項という形で共有して、干渉部位の検出や修正までをシームレスにトラッキングすることができるようになりました。この BIM360 Issues Add-in が登場したことによって、BIM360 では、管理者は簡単に干渉チェックを実行して、セルフチェックでモデル調整を行うことができますし、経験豊富な Navisworks のパワーユーザーの方々は、同じ統合モデルを使用して特定のルールや詳細な設定で干渉チェックを行い、例えばそれ以外にも Navisworks にある機能である 4D シミュレーションなど様々な機能を利用することができます。BIM360 の指摘事項は、モデルの品質を向上させるタスクを割り当て、それらを完了するまでステータスを追跡するための機能ですが、これも BIM360 モデルコーディネーションモジュールと Navisworks の双方から作成や割り当て対応することができるようになりました。これによって既存の Navisworks ベースのプロセスを強化しつつ、Navisworks でより具体的な干渉の検出と分析を実行できるようになります。また、デビットのイシューザードインを使用すれば、ユーザーはデビットでモデルを開いて、BIM360 の指摘事項を表示して、設計を修正することができます。こうして、設計チームと建設チームの間のワークフローをシームレスにつなげることができるようになります。Navisworks イシューザードインは、App Store からダウンロードすることができます。インストーラーが提供されていますので、簡単にインストールしてお使いいただくことができます。また、英語にはなりますが、ウェビナーも開催されておりまして、そのレコーディングが公開されております。ぜひご参照ください。それでは、BIM360 Issues Add-in を利用したワークフローを順を追ってご紹介したいと思います。ここではまず、衣装モデルと設備モデルを統合モデル空間にアップロードして、モデルコーディネーションモジュールで表示しています。モデル詳細の画面で、干渉チェックしたいモデルを選択して、表示をクリックすると、統合モデルのビューが表示されます。このビューの左のバーのボタン、こちらの干渉部位のリストのボタンですが、こちらをクリックすると、干渉部位の一覧を確認することができ、それぞれの要素を確認することができます。
さらに、干渉部位を選択した状態で、指摘事項を作成すると、このビューのスクリーンショットが作成されて、自動的に指摘事項に添付されます。このように、指摘事項が作成されているのが確認できます。次に、Navisworks で Vim360 Issue Add-in をインストールして起動すると、統合モデルというタブが追加されます。ここで統合モデル空間というボタン、こちらのボタンをクリックすると、Vim360 モデルコーディネーションプロジェクトの選択ダイアログが表示されます。統合モデル空間をここで選択して開きます。すると、自動的に Vim360 から統合モデルを取得して、Navisworks 上にロードします。統合モデルツールの中にある指摘事項ボタンをクリックすると、先ほど Vim360 で作成した指摘事項を確認することができます。そのまま Navisworks の干渉チェックツールを使用して、衣装モデルと設備モデルの干渉チェックを実行することができます。モデルコーディネーションモジュールでは、まだサポートされていない詳細なルールや条件を設定することができます。実行した結果はこのような形でリストとしていつも通り干渉チェックの結果を取得することができます。もう一度統合モデルの指摘事項ペインを表示すると、表示している干渉部位のビューを指摘事項として作成することができます。Vim360 のモデルコーディネーションモジュールに戻ると、先ほど作成した指摘事項を確認することができます。Navisworks で NWF ファイルとして保存すれば、他の Navisworks ユーザーとファイルを共有して、モデル調整内で管理されているコンテンツを参照することができます。統合モデルはその都度 Vim360 からロードされるということをご注意ください。このように、現在の干渉チェックのワークフローとしては、干渉の検出や指摘事項での問題の共有といったことができるようになったということになります。しかし、一つのプロジェクトで数百もの干渉が検出される場合もあります。そうした場合、通常ユーザーは干渉チェックの結果を Excel ファイルにエクスポートして分析したり、あるいはもう少し高度に Power BI のようなツールを使用しております。その後、解決策を考え出す必要性がありますが、現在利用可能な統合ツールでは干渉を検出する以外にほとんど役に立つことができません。干渉の修正は Revit などの Vim ソフトウェアを使用していただいております。そこで AutoDeskForge の API を通じて干渉結果のデータを活用する方法について模索しています。データを分析する上で最も重要なのは干渉結果のデータを可視化することです。プロジェクトの参加者は衝突している要素をインタラクティブに見て最適な判断を下すことができるようになります。プロジェクトのモデルには膨大な数の干渉があるかもしれません。そうした場合にタイプ別やレベル別、部屋別や機能別など特定のコンテキストを持つビューで干渉を確認できる方がより効率的で便利でしょう。多くのダイアグラムを活用して干渉を確認するための労力を節約することができます。例えば、バブルダイアグラムや Power BI によるマストリックスダイアグラム、Forge Viewer による部屋やレベル別の表示などがあります。高度な分析のためには、デザインオートメーション API を活用するといった方法も考えられます。もちろん、Navisworks の .NET API を使用してビジュアライズする方法も考えられますが、当時の Web API という特性を活かすことで、Navisworks を介在することなく、干渉チェックのデータを活用することができます。何度かここでお話ししている Power BI は、豊富な種類のビジュアルを提供するために、業界で広く使用されているサービスです。Power BI のコアエンジンはビジュアルをインタラクティブかつインテリジェントに橋渡しする役割を果たしています。
ファイル、データベース、ストリーミングデータ、オンデマンドのカスタムデータなど様々なデータソースをサポートしています。また、基本的なビジュアル機能を拡張することができます。サードパーティーが独自のビジュアルを作成して、独自の方法でデータを提示することができます。ウェブサービスと組み込みコンテナを提供しているため、ビジュアルとデータの統合はかなり効率的になります。このサンプルは以前のセミナーなどでもご覧いただいていたことがあるかと思いますが、2つのモデルの干渉チェックの結果を Power BI を用いてビジュアライズするウェブアプリケーションです。干渉データは VIM360 のモデルコーディネーションから取得しており、Power BI のレポートのバブルダイアグラムの要素タイプ別にインテリジェントにクラスター化しています。テーブルビューは個々の要素の干渉を提示しています。また、ユーザーがインタラクティブに干渉部位を検証できるように Forge Viewer と連携しています。デモ動画やソースコードはこちらの GitHub にて公開されておりますので、ぜひお試しください。ここではこのサンプルアプリケーションの仕組みについて少し解説したいと思います。まず1番ですが、VIM360 API を呼び出して、プロジェクトのモデルコーディネーションの干渉チェックの結果を取得しています。次に干渉データを分析し、統合モデル空間の干渉結果のマトリックスを構築します。統合モデルは Forge Viewer で表示しております。また、干渉部位の要素のプロパティをダンプし、Power BI レポートテンプレートに送信します。データがリフレッシュされると、レポートが更新されます。レポートにはバブルチャートとテーブルビューが表示されております。バブルチャートは要素の種類によってクラスター化されたドキュメント内で干渉している要素の数を示します。更新されたレポートは Web アプリでリロードされます。バブルチャートとテーブルビューが関連付けられており、集計されたテーブルの行がハイライトされます。対応する要素も Forge Viewer でハイライト表示されます。このように VIM360 API を利用すれば、VIM360 モデルコーディネーションと Navisworks がつながるだけではなく、さらにカスタマイズされたビューを表示したり、もちろん干渉チェックを実行するといったようなこともできます。モデルコーディネーション API につきましては、先日の Forge Online VIM360 API 概要の中で解説しております。それ以外にも英語にはなりますが、参考となるリンクをこちらで記載しております。なお、今回ご案内した内容は、昨年のオートデスクユニバーシティでのこちらのクラスの内容の一部を抜粋してご紹介しました。英語にはなってしまいますが、今回ご紹介しなかったデザインオートメーション API を使用した干渉要素を修正するサンプルや制約事項など、もしご興味ある方は、合わせてこちらもご参照ください。